さっきまではちょっとコピーやらせてもらってたんですけど、次の曲はちょっと自分たちで作った曲を1曲やらせてもらおうかなと思ってます。こうやって盛り上がっていただけるだけでも幸せだと思います。本当にありがとうございます。田中さん、ありがとう。ありがとうございます。またこれからもスタジオ使いますんで、皆さんよろしくです。あのスタジオで見かけたら声かけてください。あのシャイなんで皆さん、僕らは、はい、よろしくお願いします。喋っとってしゃべって、前向きにしかないです。今からやる曲はとても前向きになれる曲なんですよね、山本さん。はい、そうです。はい、そうです。はい、だそうです。今からやる曲は10年以上前に作った曲なんですけど、まあこんなコロナ禍なんで余計にこういう歌を歌った方がいいかなとかって思って作ったわけではないんですけど、まあ歌えればっていう曲をやらせてもらうんですけど、まあね、いろんなこと思うことがたくさん皆さんあると思うんで、その中でちょっとでも歌を歌ってなんかこう前に向けたらという意味を込めて作りましたんで、聴いてください。歌えれば。この歌を歌えれば、その夢は必ず叶うはず、そう信じて、そう信じて、僕はこの歌を歌う。
手拍子ありがとうございます。まだまだ、まだまだやるぜ。